超高分子量ポリエチレンの使用例、スノーモービルのスキー部やギアレール超高分子量ポリエチレンは、通常2から30万の分子量を100から700万まで高めたポリエチレン。熱化素性樹脂に分類される合成樹脂であり、スーパーエンジニアリングプラスチックの一つとみなされている。第2位は、スペクトラなどの商品名でも呼ばれる。 低圧の剣学重合法にて製造しつつ、反応時間を長く取ることで、分子量を高め製造される。ガラス繊維や炭素繊維などで補強した、繊維強化プラスチックがある。1953年ドイツのマックス・プランク、研究所のカール・ツイグラーによって発見された4、塩化チタンと有機アルミニウム化合物を触媒に利用し、分子量の大きなポリエチレン重合が実現した。 さらに、1980年代に入ると活性が高い、メタロ線形触媒が開発され、ポリエチレンの分子量をより高めた重合が可能となり、製造されるようになった。機械、機構部品としては、対魔猛性を生かした用途に用いられる。これはギア、歯車やガスケット類などの小物から、農機具やブルドーザーのブレードなど、工作機器部品、さらには、サイロやホッパーなど、 フラント用大型設備にも用いられる。潤滑性に着目した利用例では氷を使わないスケートリンクがある。一方、物性の温度依存性の低さから低温環境で用いる分野でも使用される。機械類のガイドレール、スキータスキーの滑走面、スノーモービルのギアレールなどがそれに当てはまる。生体安全性の特徴から人工骨や技式用材料などにも用いられる。 粉体はコンパウンド用材料としても利用される。耐摩耗性を向上させる用途では4。フッカエチレンジュシアに硫化ブデンよりもブレンド性や価格に優れる。ムワップは糸状に成形すると非常に強靭な繊維を得られる。これは同じ重量でピアノ線の8倍に相当する強度を有するため、船舶用や登山、レジャー用ロープなどに用いられる。フィルムは 理系フィルム上に圧縮成形またはインフレーション法などの方法で製造され、被膜剤や保護フィルムなどとして用いられる。戦闘用ヘルメットの素材として使用する研究も進められており、エッジなどが実用化しつつある。ハットによると、一般に分子量150万以上のものを指し、450万以上のものが多く使用されている。 27万1828の滑り台ログ超高分子量ポリエチレンスライド27万18282008年4月12日閲覧プラスチックといと答え1村上けさを2008年4月12日閲覧第2回国際高性能繊維及びポリマー会に社団法人科学繊維技術改善研究委員会 2008年4月12日閲覧。DLC 被膜の人工関節用材料への応用に関する研究。豊橋技術科学大学トライボロジー研究室。2008年4月12日閲覧。超高分子、ポリエチレンパウダー。ゴムエラストマー相談室産業貿易。2008年4月12日閲覧。用語解説超高分子量ポリエチレン繊維。 三河繊維技術センター。2008年4月12日閲覧。研究関連受賞一覧機能材料分野、超高分子量ポリエチレンのインフレーションフィルム、成形技術。三井科学。2008年4月12日閲覧。ありがとうございます。